皆さんこんにちは。ドッグマッサージセラピストの須崎えりです。先日カナダのパラリンピックの選手が東京に出発する直前に家族と合流してホテルに滞在する予定にしていましたが、盲導犬がいることを理由にサービスを拒否されたという報道がありました。これを受けて、盲導犬、生活介助犬と生活する多くの人たちが、そのようなことは法律違反であるにもかかわらず日常茶飯事であるということを訴えています。そして体の不自由な人たちが普段どんなに生活しづらいかということに今また注目がいっているわけなんですが、私は盲導犬、生活介助犬自体に反対です。皆さんはどうお考えですか？今の時代 AI は日々進化していて、私たちの生活はどんどん便利になっています。これだけさまざまな技術があるんですから、目や体の不自由な方たちにとって便利なものもどんどん開発できるでしょうし、また商品化されるべきであると思います。なぜいつまでたっても生身の動物を道具として使い続けるんでしょうか？AI には食事や排泄、睡眠など必要ないんですから、ユーザーにとっても楽なはずですよね。目や体が不自由な方の中にはもともと犬が好きでない方もいるはずだと思います。でも必要だからという理由でいやいや犬を使っているとしたら、本当にお互いに不幸なことではないでしょうか。またユーザーの中には犬を虐待する、方もいるわけで、皆さんも SNS などを通して、そのようなことを見たり聞いたりしたことがあるはずだと思います。短い犬の一生のうち若く健康な年月を拘束されて自制することのみを強いられるなんて、ひどく残酷なことだと思いませんか？冒頭のカナダのパラリンピックの選手の方は、悔しい思いをされたことは確かでしょうけれども、私は国際線の飛行機に何時間も乗って、今や熱帯地方のような暑さの日本にやってきて、毎日仕事をする犬のことを思って切なくなりました。一日も早く犬を使わなくてもいいんじゃないと考える人が増えて、目や体の不自由な人が安心して使えるデバイスが多く普及することを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。